彼の求める影は、木義・高太郎の長編推理小説。大神池先生シリーズの一編。第一章、義前は1947年4月、東京に、第二章、四濃いは1947年12月、キング、第三章、死の接吻は1947年9月、黒猫第一巻第三号、第四章。 黒い扉は1947年9月、新鮮探偵小説12人集に、第5章、実枚、第6章、実墓は1948年5月から8月に、かけて、ホープ第3巻第5号から第8号に、第7章、他人の空には1948年9月、暗く第3巻第8号に、第8章、眉毛は1949年4月、 週刊朝日増刊号に、第9章、彼の求める影は1950年、小説と読み物に掲載された。1952年12月、別冊宝石第10巻第11号に、長編としてまとめて、再掲載された。作者の短編を重ねて、長編とした例として、風水、刊があるが、戦後の作としては、本名で発表された。 死と暗号に次ぐ二作目である。発表雑誌がまちまちで、年月が四年間にわたっているため、人的関係に齟齬が生じてる面もあるが、物語としての一貫性は、不水肝よりも緊密である。大学女教授の愛をやさ男はあるとき、父より、母親違いの妹、夏子の縁談の話を寝たきりの父より切り出される。その相手は、 かつての朝男の教え子での柿岡初雄であった。その後、調べていくうちに、彼が求めているのは、朝男の生き別れた実の妹で、すでにこの世にはいない吉川比叡であることが判明する。やがて、夏子と比叡の相違に気づいた初雄は、より比叡に似た相手を求めて、恋愛遍歴を続けていく。その2年後、某大学の第一号行動で、検察官、 警察の厳重な警護のもと、大神池教授の臨床講義が開かれ、その患者として、柿岡発音が呼び出された。ありがとうございます。